ケちゃん、タケちゃん、こんにちは。酸素は山ちゃん、山ちゃん自分の作ってこんな酸素これ10リッター入ってる。マジで。何やったか、何を説明する。イカシアリーか、パンパンに入ってない。これを本当はホースターなんかで入れる。どこでおお、来てる。来てるよ。どうしようかな、やっぱ持ってくる。おほほほほ、こんなんじゃダメだよって。イカが怒ってるよね。こんなんじゃ苦しいよって。これでいいんじゃないいよ。いいでしょ。酸素足りてる？これです。これでもう3000円だよ。山ちゃん自分のチョコは持って帰る。まだ生かしてんの。生かしてありがとう。これね、傘袋。うひゅーイケ作りをしていこうと思います。ヤリイカのオス、12月にしては結構大きいんじゃないかな。はい、まず裏返して、おう、裏返して、通ったね。イカを食べるにはこれ水絶対使っちゃダメですね。水は使わないで、でエンペラを外していきます。よし、エンペラを外すと一応皮が剥ける。こんな感じかな。水が使えないのでキッチンペーパーで浮き袋とかを外していきます。端の部分はここは捨てちゃいます。贅沢にいこうね。それでいきますよ。うわ、なんか筋肉が動くな。新鮮な証拠かね。ここピクッとくる、切るとほら
ほら、ピクッとくる。よいしょ、透き通ってる。よいしょ、うえもしかしてあれか？よいしょ。ほら、お酒をかけるとピピピピピって動く。さて、ありがたくいただきましょうか。はい、釣り仲間のタケちゃんが釣った相模湾のヤリイカです。オス。酸素ボンベでね、生かして持ってきてくれました。まあちょっと我流でさばいたんですけど、見てください、この透き通った身。さっきまで生きてたやつ、5分前まで生きてたやつですね。イカは、生姜でいただきましょう。私は生姜派なので。ふー、なんかすごいな。見てください、この透き通った感じ。さあ、いただきますよ。はい。これすごい、なんか初めての食感、コリコリ感だけど、今のイカだからそんなに身が厚いわけじゃないので、噛んでくると甘みが出てくる感じですね。いやー、うまい。たまらん。またお酒が飲みたくなっちゃうな。たくさんの釣り仲間に恵まれて、私が釣りに行かなくてもこうやって美味しいものが手に入る幸せ、本当にありがとうございます。みんな60前後になって、なかなかそんなに先が長くないんですけど、楽しい人生を送れるようにみんな頑張っていってると思います。いつもありがとう。